サスペンションなんかついてない普通のシティサイクルに固定式のスマホホルダーをつけて走りながら動画を撮ったら動画がガッタガタになったというお話です。これは楽天で2280円くらいしました。スマホをセットするとこんな風になってます。スヌーピーのシールが可愛いです。ここは札幌市北区の石狩街道という大きな道路なんですけど、走り出しました。ひどいです。まさかこんな風になってるとは思ってなくて、順調に撮影できてると思ってたんですけど、後で見て唖然としました。やっぱり振動には弱いんですね。動画を見て酔ってしまった方、ごめんなさい。そして歩道と車道の高さのあるところを通るときは、ガタつきがひどすぎました。こんなにひどいと思ってなかったです。楽天市場のレビュー投稿では買ってよかったっていう内容が多かったんですけど、走りながら動画を撮るっていう前提の投稿ではなかったんですね、きっと。こんなしょうもない動画を見てくださってありがとうございました。